スマイフット2ラスト M ステー。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですねキスマイフット27人としての最後の M ステの出演をしていたんですけども、今日はその中でここいいなと思う部分だったりとか、ちょっとそこどうなのみたいな、ちょっとね、まあ、マイナス的なことも含めてお話ししていきたいなというふうに思います。でまず前半はですね、キスマイフット2 7人として最後の M ステの出演ということで、まあ、そちらの良かった点についてお話ししていきたいなと思いまして、後半はですね、ちょっとここどうなのっていう、なんだろう、まあ、キスマイがとかっていうよりは、そこどうなのみたいなマイナス部分もちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。で、まず前半の良かったところなんですけど、皆さん見ましたか？最後の7人での出演。冒頭みっくんがね、初めて出たのはもう20年前で、感謝の気持ちを込めて歌いたいと思いますっていう風にね最初言ったと思うんですけども、なんかもう20年なんだっていう。キスマイフット2としてはデビューしてまだ12年目13年目ぐらいだと思うんですけども、20年前ってことはもうキスマイやっぱすごいですよね。かなり昔から出てたんだなっていう。歌唱シーンの前ですね、みっくんが M ステの思い出ってところで2009年のテンションの話したと思うんですけども、僕この時リアルタイムで見てて、うわキスマイ来たわっていうのと、なんか僕の中でキスマイってこのテンションの時のこの衣装のイメージがあるんですよ。この頭のハットというか、なんか民族どっかの国の民族衣装みたいな服装と、この頭の帽子っていうのが僕の中ですごいキスマイって感じがして、みっくんがこけそうになって、でこの日って誰か他のにもこけましたよね。なんか誰だったかな、テンションで感想だったりするところでみんなでねジャンプしたりとかするんですけど、結構な人数がこけたりしたイメージがあるんですよ。あとテンションのみっくんのポーズなどステージ前、このステージ前がめっちゃ好きなんですよ。なんかよくカラオケとかでほんとみっくんのモノマネをしながら歌うっていうぐらい。でキスマイ7人としての最後の楽曲はトモニーを歌ったわけなんですけども、個人的にはエブリバディゴーじゃないんだっていう、まあ、ちょっと気もしたんですね。ただ作詞をキスマイフット2の7人のメンバーがやっていたりだったりとか、まあ、自分たちの体験談思い出っていうのを歌詞にしてると思うので、まあ最後キスマイにとったらこの楽曲が最後にふさわしい楽曲だったのかなっていうような気がしますね。個人的にエブリバディゴーも聴きたかったって気がするんですけども。で歌い出す前にね、大倉くんね、もうみっくんの親友の大倉くんがふんみたいな感じでしてたのもちょっと印象的だったというか、最後キスマイと関ジャニがこうやって一緒に M ステ出れてたのはすごい良かったなと思いますし、なんかいい意味で最後っぽくないなっていう、なんかあんまり最後だ最後だフィナーレ感っていうよりかは、なんかいつものキスマイフット2としての7人の出演みたいな感じの雰囲気の最後だったっていうような感じがしたんですよ。まあそれがいいのか悪いのかっていうのはまた最後は話していきたいなと思うんですけども、まあでもその最後感じゃないっていうのも、まあキスマイの魅力だったりするのかなと思いますね。キスマイって良くも悪くもなんか大注目ってるかは、ずっと一定数の人気で人気だったっていう感じがするので、なんかフィナーレ今までありがとうございました涙とかっていうよりは、今までありがとうございました何人でやってきましたみたいな、いい意味で普通のテンション感っていうのもありましたね。でもやっぱりその中でもミックの抜きがやっぱり多かったじゃないですか。もちろんミックが最後だからっていうのもあるんですけど、なんかミックがずっとなんだろうね、照れくさそうなのか、口調ずっとなんかなんかふふみたいな、ムフみたいな、なんかそういう口元したじゃないですか。あれはなんかどういった感情だったのかなっていうのはちょっと気になりますよね。思いにふけてるのか、ちょっと照れくさいのか。みっくん結構歌いながら、やっぱその歌ってる歌唱のシーンは結構感情が入ってたのかわかんないんですけども、まあ絶対入ってるとは思うんですけども、なんかねちょっと表現が正しいのかわかんないけど、眉毛がねひらがなのへ、はひふへほのへみたいな感じで、結構眉毛はうんみたいな、なんかちょっと睨む顔じゃないけど、そういうぐらい眉毛がクイッとね、なんかキリッとしてるぐらい表情とか思いに力が入っていたのかなっていう感じはしますね。このなんか眉毛がへみたいなのってちょっと分かってくれたら嬉しいんですけど、最後みっくんの横尾さん越しに映ってるさよならをした後は会いたくなるねの時に、おそらくですけど、まあ、メンバー一人一人の顔を見てるのかなっていうような表情作りだったんですよね。
まあ、みっくん自身も、まあ、友達に戻りたいと、キスマイフットツーのメンバーとは、まあ、家族だったり、仕事仲間だったり、時にはぶつかったりと、いろんな、いいところ、悪いところ見えると思うんですけども、そこを友達に戻りたいと言ったみっくんが、メンバー一人一人の顔を見て、まあ、どういった思いだったのかなっていうのもなんか見ながら、ちょっと感動しましたね。で、最後のラッサビーですよね。みっくんがずっと映っていながら、他のメンバー6人と歌っていく。他の6人のメンバーがカメラシーンが切り替わって、ずっとみっくんと一緒に映ってるといった、まあ、カットというか編集があったと思うんですけども、なんかほんとキスマイにとって、その、みっくんっていうメンバーは、本当に、まあ、ほぼほぼリーダーみたいな雰囲気もあって、最年長っていうね、とこもあったと思うんですけども、本当に、大切な核というか、主核というか、中心にいるべき人だったと思うので、まあそういった意味でもまあやっぱり寂しいなっていう気持ちも少しありましたね。歌唱シーン終わりに、まあ、みっくんが最後深々とね、お辞儀をしてるのもやっぱり印象的というか、まああえてね、まあちょっと他のメンバー見えないんですけど、藤ヶ谷さんとか、玉とかがあえて土下座じゃないね。お辞儀をしてないのは、あえてそのミックにフォーカス当てるためなのかなっていう、まあそういったのも、ちょっと背景として見えるかなって気がしますね。で、ちょっとここから後半の、ここどうなのよって思うとこをちょっと話していきたいと思うんですけども、ちょっとね、マイナス的な意見だったりとか、マイナス的な思いになってしまうので、まあ、ちょっと苦手だよって方は、ちょっと戻ってほしいなと思うんですけども、まず一個思うことは、一曲だけなのかなーっていう感じなんですよ。一曲みたいな。結構ツイッターとかで言われていたのが、まあ、キンプリは二曲歌うのになんでキスマイ一曲なんだよとか。まあ、別にそれキンプリが悪いとか、キスマイが悪いとかっていうわけじゃなくて、まあ、ただね、ともにをね、一生懸命前面で出して、キスマイ何人でありがとうございましたってやるには、意外とそういう、なんでしょう、一曲一曲を1分半1分半で短い曲でやるよりは、フルで歌う、3分近くの分数をふんだんに使うっていうのもあるので、まあそこは別に英断だったのかなって思うんですけども、でもやっぱりなんかその、ね、7人最後のエブリバディゴーは聞きたかったよーっていうね、聞きたかったよーって気がしますよね。もしかしたらね、違う歌番組で、エブリバディゴーは歌うとは思うんですけども、でもやっぱり M ステで、エブリバディゴーを最初聞いた時に、ほんと震えたんで、かっけーってなったんで、個人的にはやっぱデビュー曲を最後の M ステでも歌ってほしかったって感じがしますね。まあ、それこそ5人の時のキンプリの最後の M ステも、シンデレラガールはちゃんと歌ってましたし、まあ、ちょっと歌ってもよかったんじゃないかなっていうね。要はそのエブリバディゴーの、ほんとサビだけでもいいから、歌って最後ともにをフルで歌うとか、全然それぐらいの時間あってもよかったでしょってちょっと思いましたね。あとこれだけは本当に言いたいんですけども、なんで順番真ん中ら辺なのっていう。もうそこはみんな思ったんじゃないですかね。良くない最後でっていう。なんか僕のイメージは、歌唱シーンが終わって、アナウンサーの方がキスマイフットツーの皆さんありがとうございました。で、パチ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 ってなって、最後エンディングでアナウンサーの方が、まあ、タモリさんでもいいですけど、じゃあ北山くんどうだったってなって、いや、本当感慨深かったです。ありがとうございました。みたいな感じで言って、終わるとかのイメージなのに、なんか、中間みたいな。あとこれ全然キンプリと関ジャニが悪いわけじゃなくて、もう本当はテレビサイドというか、番組を作ってる方だと思うんですけど、キンプリと関ジャニよりは後で良くないっていう。まあもちろんサザンオールスターズってとんてつもないね、大物がいるから、その人たちをね、最後にっていうのはわかるんですよ、まだ。でも、関ジャニとキンプリだったら、別に関ジャニとキンプリは真ん中ら辺でも良くないですか？何回も言うけど、別にキンプリがダメとか、関ジャニがダメじゃなくて、最後ぐらいキスマイもっとケツでも良くないかっていう、最後の方、終わりの方で歌っても良くないかっていうのは、正直ありましたね。先ほども言いましたけど、なんか最後っぽくないよねって言ったのもいいとこでもあるんですけど、やっぱり悪い部分でも僕はちょっと感じちゃって、なんかもっと盛大に最後、みっくんかっこいいありがとうって思いたいのに、なんで番組側がそんななんか真ん中ら辺でしれっとやっちゃってんのっていうのが、まあちょっと寂しかったかなっていう。やっぱりキスマイフット2から好きになった、ジャニーズを好きになった人っていっぱいいると思っていて、
僕も結構、僕はもともとスマップとかから好きなんですけども、やっぱりキスマイ出てきた時に、うわ、やっべえ、男が惚れるグループだって思ったんですね。実際僕の周りとかでも、結構キスマイ好きな男性っていっぱいいて、直近だったら、そのキスマイのね、デビュー直近だったら、平成ジャンプとかセクシーゾーンがいたと思うんですけど、デビュー当時結構ブリブリに可愛い系だったりとかしたじゃないですか。だからやっぱ同性からすると、なんか思春期の男の子がこんな可愛いやつやって恥ずかしいとかちょっと思ったんですよ、当時はね。やっぱ思っちゃったんですけど、キスマイはもう当時から大人だったんで、で、楽曲もかっこいいし、やっべえ、で、ダンスも上手いし、で、キスマイ結構好きだった人もいっぱいいた中で、今回の M ステだったりとか、ミックン大賞とかっていう発表も、結構悲しんだ男性陣もいっぱいいると思うんですよ。もちろん女性陣の方もそうですけど。だからもう少し、番組側が、どういったね、事務所がそういう風に言ってるのか、もう何かわかんないですけど、なんかもっとフィナーレ感というか、もっとキスマイを大事にして欲しかった感っていうのは、正直ちょっと思っちゃいましたね。はい、今日はですね、キスマイフット2、ナーニーとしての最後の M ステの出演があったんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、良かった点、ちょっとこれどうなのかなっていうマイナスな意見だったりとか、そういったところぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズのお話っていうのを自分の思いや自分の主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。ミックの感情こもった歌い方大好き。またね。